画コミックスです。よろしくお願いします。よかったら個人名も覚えて帰ってください。はい、鈴木と飯島でアメリカコミックスです。よろしくお願いします。なんで鈴木さん先に名前言ったんですか。あれですか、自分のが芸歴が上だからアメリカンコミックスのリーダー俺だ、だから先に名前言いチャンスみたいなことですか。いや別にそんな風には思ってない。そんな風に思ってないんだったら愛用順で飯島が先でいいじゃないですか。飯島と鈴木でアメリカンコミックスですよ。そう言って変えると俺が無理やりって変えさせた性格悪いみたいになっちゃう。なってないと思う。今はだから鈴木さん先でいいですよ。めんどくせえな。もし次名前言うことがありましたら、それでは僕の名前先に言ってください、ね。わかりました。はいはい。鈴木と飯島でアメリカの国説よろしくお願いします。ねえ、よかったら顔と名前だけでも覚えて帰ってください。顔と名前だけ覚えればいいみたいになっちゃうんですか。なってない。ネタは見なくてもいいみたいな。別になってないですよ。はい、顔と名前覚えました。じゃあ大好きなショッピング行っちゃいましょうってなっちゃう。なんでなるんだよ。なんでショッピング行くんだもん。顔と名前覚えました。じゃあもう大好きなボサノバでも聞いてましょうってなっちゃう。聞かないでしょ、別にね。なんでボサノバ聞くんだもん。ボサノバ聞かないでくださいって言う。ボサノバは聞かないでください。ボサノバはってことはロックとレゲエはいいのかなってなっちゃう。うるせえなお前もうな。音楽は聞かないでくださいって言わない。音楽は聞かないでください。音楽は聞かないでくださいのこの手はレゲエの呪いじゃないんで勝手に乗らないでくださいって言わない。乗るわけないだろお前。勝手に乗らない。本編に入りたいんだよもう漫才が。ライブ会場がもうむちゃくちゃになっちゃいます。ならないよ。見てる人に言わないと。乗らないでくださいって言わない。音楽は聞かないでくださいのこの手はレゲエのノリじゃないで勝手に乗らないでください。音楽全般を否定したわけじゃないんでこのライブが終わりました。好きな場所好きな場所で好きな音楽を好きなの聴いてくださいって言わない。なんでそんなこと言わないといけないの。金輪際音楽聴かなくなったらかわいそうでしょ。そうだろ普通に。別に言った方がいいですよ。音楽は聴かないでくださいって言ってますけど別に金輪際聴かないでくださいってわけじゃなくて好きな場所で好きなだけ好きな音楽を聴いてください。ここまで言ったら顔と名前を覚えてほしいでしょ。はこれ最初からやった。最初からやんない。最初からやんないと。はい、どうもアメリカコミックスです。よろしくお願いします。鈴木と飯島でアメリカコミックス。俺と先にやるじゃん。飯島と鈴木。そうやって帰ると俺が性格悪いみたいになっちゃうから。やめ